大人から子供まで楽しめる3分暗記。絵や音楽や語呂合わせで覚えづらい一般教養を自然と覚えていきましょう。まず最初に覚えたいのはこの真ん中にズバッとある大雲山脈、東北の背骨って呼ばれてたんですよね。怖い怖い、東北の人形とか怖いよ。今日は何だろう。先生、僕夢見たんですよ。どんな夢見たの。東北ですよね、あのこけしって。こけし怖いんですよ。こけし別に怖くない。いや、夢で見たんです。こけしが喋り始めたんです。こけしが喋り始めてどう怖かい。で、誰の口が言ってるの。怖くなくなった。はい、今日やるのは東北の山地山脈、白神山地、出羽山地、越後山脈、北上高地、奥羽山脈、阿武隈高地。こんなのすぐ覚えられるかっていうことで、まずイメージしてみましょう。白神さんという白い髪の美女と駅で会おう。白神さんと駅で会おう。白神さんと駅で会おう。この6つの山地山脈が全部入ってます。白神さんと駅で会おう。白神山地、越後山脈、北上高地、出羽山地、阿武隈高地、奥羽山脈。白神さんと駅で会おう。はい、これがどうなってるのか地図に戻ってもう一回確認してみましょう。白神さんと駅で会おう、なってるね。だけどこれ名前覚えるのが大変じゃん。じゃあこれ名前覚えるために一旦白神さんには死んでいただきます。白神さん殺人事件。はい、現場検証行ってみましょう。白い髪の美女が死んでいました。東北の背骨を覆うように死んでて、誰かに知らせようとしてたんでしょうか。左手には電話、右手にはギター、ギターの練習中に殺されたんでしょうか。左足にはなんとイチゴ食べながら練習してたんでしょうか。右足には、はい、危ないクマ、はい、こいつですね。完全にこいつが犯人です。はい、白い髪、白神山地、東北の背骨のとこを覆うように奥羽山脈、電話をかけてた出羽山地、ギターは北で覚えます。ギター、北上高地、いちごってきたらいちご、はい、ダジャレです。越後山脈、そして危ないクマはそのまま危ないクマ、阿武隈高地。実際この辺りの福島県では月のワグマが出るそうです。危ないクマ、阿武隈高地。はい、覚えました。では確認してみましょう。じゃあまず頭から白い髪だったでしょう。白神山地、背骨を覆うように奥羽山脈、そして電話、誰かにかけようとしてた電話、出羽山地、そしてギターの練習中、ギター、ギター、北上高地で、左足にはなぜかイチゴが散乱、イチゴ、越後山脈、そして右足、これ犯人、阿武隈高地、危ないクマ、阿武隈高地。東北地方の山地山脈ダウンロード完了。さっきはペンペン覚えられましたか。はい、東北地方の覚えにくい一般教養を覚えていこうというものになっておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、コメントいつもありがとうございます。いつも楽しく読ませていただきます。ではまた。ちょっと待って先生、今日も僕言いたいね。うん、いいよ。山田くん頑張れ。今日は山だったもんね。